두 번째 시간 개발자 패널 개발자 노트가 진행될 예정입니다. 오늘 함께해 주실 분은 요시다 나오키 PD님과 사운드 디렉터 석현상입니다. 한 박수 한번 부탁드릴게요. 넘버 14. 14번 질문을 뽑으셨네요. 화면 14번 질문. 예. 야시툴라는 에이션트 텔레포의 후유증으로 시력을 잃었는데 연구 초토지대가 끝나고 나오는 영상에서 이미 기능이 정지한 마도변기를 확인할 수 있는 모습을 볼 수 있었습니다. 에테르의 흐름으로 주위를 알 수 있는 감각의 한계를 알고 싶습니다. 먼저 생명体という 의미では 생명体は まず全部 エーテルの流れがあるので見えます。で、さらに、鉱物、石とか、それからそれを元に作っている染料とか、そういったものもどれぐらいの年代のものなのかみたいなのもエーテルの流れから判断できます。さらに機械そのものは わからないんですけど、エオルスやもしくはその世界で活動している帝国のマシンは基本的に精輪水で動いているので、その精輪水の流れを見ているので完全に停止しているか動いているかっていうのが認識できてます。魔力が高いっていうのは便利だと思います。魔力が 높은 건 편리하네요. へえ。だから素剣が死んだふりしててもすぐわかっちゃう。ヤシオラだと。 よくしてますけどね、開発ブースでね。 석현상 자신 항상 개발 부스에서 제가 죽은 척을 잘 하고 있는데. 석현, あなた寝ていないで早く仕事しなさいみたいな。 석현상은 죽어 있지 마시고 일을 해 주세요. 자, 이요. 자, 次. 하이. 넘버 1. 아, 자, 7. 넘버 7. 일곱 번째 질문입니다. 오프닝 트레일러의 섀도우 브링어즈가 정말 좋았습니다. 특히 이터널 윈드와 도중에 맞물리는 부분이 정말 좋습니다. 이 곡을 작곡할 때의 에피소드가 있다면 듣고 싶어요. 또 영상과 곡이 깔끔하게 맞아떨어지는데 제작 과정을 알고 싶습니다. まずそもそもでこのシャドーブリンガーズの基本となる曲を作るにあたって吉田とかなり話をしました。まあ具体的に言うと、まあ今までのようにオーケストラで行けばいいのか、 それともそうではないのかっていうところから始まりました。で、今回は結果的にまあいろいろ話をしましたけど、結果的に言うと皆さんが聴いてるシャドーブリンガーズのまあ音楽構成になったわけですが、やっぱりその途中でまあどんな楽器を使ってとかいうのはやっぱりつどつどかなり話をしながら作っていきました。 最後まで揉めた点はですね、途中で悠久の風のメロディーが入るんですけども、そこでバイオリンの音にするのかギターの音にするのかっていうところで最後まで揉めましたね。まあ今回はそのタイトルにまあ反逆者っていう言葉が入ってるので、まあこれを表す反抗のテーマとしてやっぱギターでしょうみたいな話をしてたんですよ、もともとね。 でどうせだったら FFっぽくない、ファイナルファンタジーっぽくない曲にしようとしていたところ、悠久の風がメロディーラインとして入ってくることになったので、あそこをバイオリンにすると一気に FFっぽくなるから、いや最後までギターでいいんじゃないかっていうのが僕の主張。で、両方のバージョンを作ったんですけども、やっぱ最終的にやっぱサウンドディレクターとして 譲れない点があったんで、まあバイオリンに落ち着いたということになりました。でもね、今ギターバージョンとそのバイオリンバージョン両方作ったって言ったじゃない、この人。 지금 이분 바이올린 버전도 기타 버전도 둘 다 만들었다고 하셨잖아요. でもね、ギターバージョンはね、最後まで聞かせてもくれなかった。 그런데도 기타 버전은 끝까지 들려주지도 않았어요. ダメだ。あれはダメだ。 그건 안 되죠. バイオリンで。バイオリンは안 되죠. 今だから言いますよ。まだ言ってなかったけど、意外とねギターバージョン結構良かったから。もう지금에서야 말할 수 있는 거지만 기타 버전도 나쁘지 않았거든요 사실。
こっち選ばれたらやべえなと思って聞かせませんでした。처음부터이걸둘다요시다피에게들려주면기타버전선택권을선택권이뻔했기때문에일부러안들려줬습니다ちょっと帰ったらじっくり話し合おうかな。조금돌아가서좀느긋하게얘기해볼까요あとあのもう一点あの映像と曲が綺麗に噛み合ってるっていうんですけど、これはあのファイナルファンタジー14はもう全部どのトレーラーもそうなんですけど、絵が先にできて、絵尺、要は絵の尺が固定されます。なんで音楽はその絵に合わせてきっちり作っていくっていう手法をとってます。まあ、大体完成近くなってくると、あの素剣とかサウンドの方から映像チームにあと 0.2 秒ここ伸ばしてくれみたいなのがたまにやり取りされてますね。ナンバー2ファイナルファンタジー14에서는과거ファイナルファンタジーシリーズ의음악이オレンジ에서쓰이는경우가많은데オレンジ에서특별히신경쓰시는부분이있나요やっぱりあのファイナルファンタジーの音楽といえば、まああの上松さんの音楽だと僕は思っているので、その上松さんの音楽をまあ汚さないというかまあ大事にしようっていうのが大元の根幹にあります。まあそれもありつつなんですけど、やっぱり僕はゲーム体験が全てだと思ってるので、それまあ要はゲームのコンテンツに過去のファイナルファンタジーの曲を合わすための工夫というのはやっぱりゲーム体験を主軸に、気をつけながら作ってます。ちなみに一番アレンジで苦労した曲って何？참고로어레인지할때가장고생한곡은무엇인가요やっぱビッグブリッジかな。아그아래아길가메시가길가메시선길가메시 전투나올때빅브릿지의전투라는곡이있거든요그곡이가장하기어려웠었네요あの曲は多数本当に多数アレンジされてるんで、あなるほど、ファイナルファンタジー14にマッチングするアレンジを過去作でもなく、その多数のアレンジの中からでも、うん、そうなく14オリジナルの色に仕上げなきゃいけないっていうプレッシャーもあったんで、うん、すごく難しかったです。あともう一個、あのね、単純に曲数がね曲の分数が長いっていうことで、あの前回の礼式の、妖精乱舞あれは単純に長いから作るの大変でした。それ 何編でしたっけ？シグマ編。あ、ありがとうございます。いやでも、まさにさっきゲーム体験が全て先にあるべきって言ったのをあの曲体現していると思っていて、コンテンツのこう流れに従って第一楽章、第二楽章、第三楽章ってこう、まあ、進んでいくじゃない。あれはね素晴らしいと思いましたよ。いやだって BG チームが後ろ動かしちゃうんだもん、フェーズに。음악을웬만하면한곡으로만들고싶은데우리백그라운드그래픽 BG 를만드는팀에서페이지가바뀔때마다자꾸 BG 를배경을바꾸어요그래서음악을바꿀수밖에없었던점이있었습니다まあみんなリスペクトがすごいからな。다들과거의어떤어레인지하는콘텐츠라든가오마주하는콘텐츠에대한어떤리스펙트존경심이굉장히크기때문에あんなのされたらねサウンドだってやんないとまずいもんね。まあ気持ちはわかりますけどね。ナンバー16 16번네여섯번째질문 영웅낮장이나루그가생각보다소지품자리를많이차지합니다야만족화폐처럼루그랑낮장을화폐목록쪽으로넣을순없을까요야야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 마치다마에마치다마에일단기다리시고요잠시만入れることはできるんですよ、もちろん。일단넣는것은물론가능합니다。でもさ、2パッチぐらい経つと使わなくなるじゃん。그렇지만2패치정도건너가면안쓰게되잖아요。今度はさ、その使わなくなったトークンで通貨リストがどんどんでかくなってくじゃない？그럼이제안쓰게된토큰들을계속넣어주면은그화폐리스트가점점길어지잖아요。まあそれで入れてないっていうのが理由です。일단그래서넣지않았다는것이이유입니다。なので使わなくなったら捨てる。
그러니까안쓰게되었으면버려주세요네使わないものは捨てる안쓰는것은버립니다いやなんか捨てらんないんだよな아이그걸못버리잖아요사실 なんでだよアイテムをさ右クリックすんじゃん捨てるって書いてあんじゃんポチって押すんだよじゃピュッて아이템에키를올리고오른쪽키를누르면은버린다가있잖아요버리기누르면버려져요야나ってなんか苦労して取ったトークンを捨てるのが忍びなくて私そっち側です아니고생해서클리어해서얻은낫장인데어떻게버려요그걸じゃあなんかと交換できるまで貯めて交換すりゃええよ逆にね그럼뭔가교환가는 것을하는것을교환하면되잖아요난가내너치니이모노또고관되기는じゃないかなみたいな아이그래도그걸지금교환안하고좀쌓아두면나중에좀더좋은거랑교환할수있지않을까라는희망도있잖아요자토큰용노고미바코세치쏙그러면은이런낮장용쓰레기통을새로만들까요そこにポイって入れたら花火あげるわみたいな거기에그냥넣기만하면주기만하면되잖아요それだ넘버19대부분의에테라이트광장을보면에테라이트아래에물이고여있는것같아요혹시에테라이트설치에는물이특별히연관이있나요궁금합니다すごい簡単な質問で助かります関係ございません관계없습니다じゃあなんで近くに水があるんだ그러면왜근처에물이 있을까요なんとなく綺麗だからです그냥어쩌다보니까예뻐보여서입니다이상끝입니다네매우네 심플하네요관계ないんだもん다음질문가도록하겠습니다4번그다음에4번질문입니다오 오네앤서와드래곤송에태어나게된배경이궁금합니다뭐ドラゴンソングはさっき言った通りで特に僕はアンサーズっていうのが QFF14 オリジナルの14のメインテーマでドラゴンソングっていうのは蒼天のイシュガルドのメインテーマで僕は Q14 がローンチしてから14を引き継いだのである意味アンサーズには関わってないんですでなんとか RLM リボン神聖オルゼを作ってでいよいよ蒼天のイシュガルドで自分がある意味こう初めて FF をゼロから作るぞみたいな気分で作ることになったので改めて植松さんに僕らが考えた曲をぜひ書いてほしいですって言ってまあその流戦争っていうもののその悲惨さとかを実際にテキストに書いて植松さんに伝えたので僕にとってかなり思い出深い曲です、ドラゴンソング。アンサーズは？그래서앤서즈는요？まあアンサーズといえば思い出深いのがまあその時代の終焉トレーラーですかね。あの時のねあの映像チームが勝手にもうどんどん映像作っちゃってで僕の曲でしたらまあ後からねそのエジャクに合わせて曲作ればいいんですけども今回アンサーズはもうすでにできてしまってた曲なんで絵を勝手に作られると困っちゃうわけですねで映像では、ガレマール帝国と、エオルゼア同盟軍がガーッと戦ってましたけども会社の中ではですね、サウンドチームと映像チームが戦ってましたいやでもあれほらダラガブからこうバハムートがドーンって最初に出てくる瞬間のさあのドルルってバス上がってくところとかさもうそのために作ったのかなみたいな感じじゃない그래도그달라가브에서바하무트가막나와가지고모든걸파괴하는그장면을생각하고만들었다고생각했어요 열심히한거라니까그러니까그걸해냈다니까요아そうなんだ俺は運命的に噛み合ったのかなって思ってた이게운명적으로저는운명적으로그게맞아떨어졌다고생각했어요그래서사운드와映像チームが뭐血まみれの戦争をして그렇게 なんとかタイミングを合わせたと
まあ、あの映像発注したの僕なんですけど영상자체를발주한건자신이었습니다만単純に映像を見てわあすごい映像できたなって思ってました네다음질문가도록하겠습니다넘버8게임플레이를하면걷는소리먹는소리문여는소리새소리물소리등이생활형소리가파이널판타지14에는정말많습니다보통이런효과음은누가먼저제시해서넣게되는지제일공들였던효과음은무엇인지궁금합니다또끈큰뚱냥이를타고내릴때나는야옹소리는진짜고양이소리인지사람이우는소리인지궁금합니다설마소켄씨의목소리인가요 まず생활音というか効果音に関してなんですけども우선생활음이랄까효과음에대한얘기를드리면요やっぱりこのサウンドで一番大事な効果音まあ技の音とかもありますけどもやっぱりその土地に生きているっていう、その没入感を得るためにはこういった地味なんですけども細かくたくさんの生活の効果音が必要になりますで、これらの効果音は、うちの、サウンドスタッフが、日々、土地を、開発中のですね、エオルゼアをまあ、大地世界だったり歩き回ってどこにどんな音が必要なのかっていうのを一度、リスト化します、うん、エフェクトに紐づく音なのかそれともモーションに紐づく音なのか、うん、それとも BGR というか BG の方に紐づくものなのか要は、うん天候だったり、うんうん、それから風の音だったりは一体どこに配置すればいいのかっていうのを、チーム開発チーム側と一緒に、ミーティングしながら作っていっていますファイナルファンタジー14です と,、何もしない状態でキャラクターを放置してても常に効果音はだいたい100から150音ぐらいは鳴ってますで、それらのファイル数を、まあ、全て合計するとだいたい数万ファイルになりますこれは全てサウンドスタッフが地道に、作っていった音になってますいや実際すごいなと思うのが開発中のマップって当然音が鳴ってないところに素研のチームの環境の音を担当しているスタッフはその何もない音が鳴ってないまだ開発中のマップに入っていってここにきっとこういう音いるよなとかここの木立から風が吹いたら木が擦れる音した方がいいよなって想像しながら作っていくんだよねだから僕らはよくゲームそのものをデザインゲームのルールをデザインするからゲームデザイナーって呼ばれますけどやっぱりうちのサウンドチーム素研を筆頭に音を設計する音をデザインするからやっぱサウンドデザイナーっていう言い方の方が正しいんだろうなって最近特に思うようになりましたあと、ビッグファットキャットマウントの、あの声ですか그리고이제그뭐예요또큰큰뚱냥이소리그건가요なんて表現したらいいかわかんないよねあの声なんか어떻게표현해야될지모르겠네요아그래서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 그래방금내신낸이목소리맞죠큰뚱냥이소리가じゃああれはあのまああんまり言いたくなかったですけど何の声か言いましょうかあれは僕の声じゃないです일단소켄본인의목소리는아니고요猫の声を加工したものと고양이목소리를가공한소리와あのシャドウブリンガーズでグレムリンが喋ってましたけどあいつの声が混ざってますはい以上です이상입니다いやあのずっと長く14のねサウンドデザインを支えてくれてるスタッフがいるんですけど素研の一番弟子みたいな人がねであのグレムリンがよくわかんない喋り方するでしょグレムリンに뭔가뭐알수없는소리를말을하잖아요あの夜中あの家の押し入れの中であのにゃーって取って適当に貼り付けて直樹さんこんな感じですかって言ってきてあそうそうこんな感じって言ってそのまま彼の声がなんか14で大概これ何の音だろうって思ったやつは大概そいつだと思って動いてくれれば大丈夫ですむやお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 むや
계속해서다음질문가들어가겠습니다15분ぐらいですね、あと。ナンバー13。네、13번째질문인데요。창천의이슈가레드못다한이야기6화에서에스티니양이이제를추모하기위해놓은니메이아백합은무사히여행하기를이란꽃말을가지고있었습니다에오르지아에존재하는12신의이름을딴다른꽃들에도이꽃말이있는지있다면어떤것들인지궁금합니다뭐예를들어오시온로젤아즈마장미메네피나데이지할로네거베라등これはですね、まず回答から言うと、十二神の名前を借りた花にも、花言葉は存在しています。ただまだちょっとそのエピソードをゲームの中で語ったり、まあ、その秘話だったりで語ったりするタイミングがないので、いずれ出てくるかもしれないです。なんでまあ決まってるのにこう教えてよせっかくだからって思うと思うんですけど、これは理由があってですね。이건이유가있습니다。この想定秘話でエスティニアンがイゼルを追悼するためにこう花を置いたっていうエピソードなんですけど、あれ実は書いたの僕なんですよ。当時ね、僕あまりにも忙しくてこれ以上仕事を増やすなって言われてたんですけど。저는그당시너무바빠서이이상일을늘리지마라고얘기를했었는데요。どうしても書きたくて。어떻게해서든좀쓰고싶어서当時ね、リンさんが実はマネージメントを僕のしてくれてたんだけど、リンさんにだけ他の人に絶対言わないでくれ、ね、俺が書いたって言わないでくれって言って、ね、お願いしてリンさんもじゃあ黙ってますよって言ってくれたんでこっそり書いたんですね、これ違うから。でその時にどうしても花言葉っていうのをテーマに書きたくて、フォルタン博がアルフィノに向けてそのまあ、二メアリリーを煎じて作った飲み物を渡す。で、言葉上は何も言わないんだけど、そのこれからアルフィノがまた次の冒険へ出かけていくときに、旅の無事を祈っているよっていうことを意味してそうだったし、もう一つそのエスニアンからおそらくイゼルへの手向けで置かれたって二つの意味をかぶせたかったんですよ、花言葉として。でその時に織田に、世界設定の織田にいい花ないかなって聞いたら、じゃあ二メアリリー使いましょう、それで。まあそんな感じで決まっていくので、今いろいろ言っちゃうと後で使いづらくなっちゃうんだよね。그래서そういうのを知ってもう一回読んでいただけるとまたちょっと味わいが違うかなと思います。네、계속해서다음질문가도록하겠습니다。ナンバー5。모글이주변이나모그모그무기를꺼낼때울리는형용하기어려운그소리는무엇으로어떻게만들어졌나요？これはあれかな、ポンポンポンってやつかな。多分それですね。ポン。そうそうそう。実はこれ話が深いんです。お。이게실은좀복잡한얘기가있어요。モーグリーに関するこれらの音が初めに、作られたのは、おそらく、ファイナルファンタジー6か7か8か、なんかその辺なんですよ。基本的なそのクポーっていう音はその時に作られたんですね。基本的にクポー하는소리가그때먼저만들어졌고요。でファイナルファンタジー14にはたくさんのなんかバリエーションのウボーとかウボー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 とかウーとかなんかいろいろありますけども、それあります。はい、あります。はい、でかいやつとか、ね、あ、なるほど。はい、そう、それらは新しく作ってるんですけども、その基本となるそのクポーっていう音、これが何の音で作られてるかと言いますと、当時、まあ古いゲーム機種だったので、サウンドの波形を入れる容量が限りなく少なかった時代なんですね、その時のハードウェアっていうのが。最も容量を食わない波形は何かと言いますと、サイン波になるんですね。サインってこれサイン波。あ、なるほどなるほど。コサイン、タンジェント、サイン。違いますね。それのサイン。そのサインでしょ。そう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 。音にすると、テレビとかラジオとかでたまに聞いたことあるかもしれないですけども、トゥーとかブーンと
か、うん、うーとか多分なんか聞いたことあるかな。でこの音をあらゆるエフェクト、うん、あらゆる加工を下すとあの音になるんですよ。知らなかった。몰랐어요그런건。多分この話多分されたこと多分他のタイトルでもあんまないんで、ほぼ初公開かもしれないですね。その単純な波形からあれだけの音を作るっていう技術もやっぱりこのスクエアニクスっていう会社ならではだと思います。限りなく少ない容量からたくさんの効果音を作るっていう、まあその一つのアイディアですね。いやでもなんかてっきりあのテキストにするとクポって言うじゃない、あのクポから作ったんだと思ってた。その、저는그냥이게텍스트로봤을때는쿠포라고쓰여있으니까그쿠포에서만들었다고만생각하고있었습니다。一番最初の쿠포は多分そうだと思うんですよ。물론제일처음에만들어진과거의역대처음쿠포는그랬을수도있을것같아요。でもあの14のモーグリってすごくいろんな動きをするんで、それに対してやっぱりオリジナルで音を当てなきゃいけないなっていう話になったんですよね。それは例えばですけど、あのあいつ飛んでやってくるじゃないですか、ファーって。その時にって変な音なんですけど、あれも14オリジナルなんですよ。結構14はそういうのたくさんありますね。